さんこんばんは。横須賀×シェンムアニメ化記念プロジェクトようこそ。今日ですね、本当にこのすぐ外がドブ板通りという形で、もう本当現地からお届けという形で、はい、今日ですね1時間半にわたって、シェンムジアニメーション、それから、原作の生みの親である鈴木優さんとで、いろいろとシェンムの投稿をしていった、いきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。じゃあまず最初にですね、皆さんから自己紹介を簡単にお願いできればと思いますので、まずゆうさんからお願いします。はい、ゲームディレクターの鈴木です。皆さん今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ松風さん、はい、お願いします。なんとか無事にシェムジアニメーションでも葉月良役やらせていただくことができました。松風さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それからあれですね、シェンムファンの方々にとっては今回ジアニメーションからの、ご参加という形で清園さんチーフプロデューサーということで、はい、自己紹介よろしくお願いします。はい、今回アニメーションを担当しましたテレコムアニメーションフィルムの清園と申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。でね、今日ドブ板はですねマジカルウェザーということで雨が降っておりましてリアルですからユウさんが操作しなくても雨は降る。いや本当そうですね。いやでもあいにくの、でも雰囲気はありますかね。雰囲気がもうシェンムっぽくて、ちゃんとこう、うん、曇るときは曇るっていうリアルな、ドブ板からのお届けということで、うん、大変面白いなと思います。これなんか本当4人だけでこう喋ってる感じですけど、倉部さんこれ世界に繋がってるんですよね。そうですね、今当然ながら生配信でお届けしておりまして、はい、国内のファンを中心にいろんな方がですね、うん、見てくださっている形で、コメントで星座ミルク待機なんていう方もいらっしゃいました。どういうことですか。ミルクをやっぱり用意して、まあ、シェンムといえばスクールボーイはミルクがお似合いということで、はい、ね、前も乾杯でシェンムのファンミーティングの時も松風さんいらしていただいて、ミルクで乾杯した時ありましたね。いや横須賀市でねイベントしていただきまして。そうでしたね。茶碗人でね並べてっていうね。そうでした。本当にディープなイベント。そう、でもそれ以来ですよ僕横須賀。いやそうなんですよね、はい、もうその時から何気にあれですね4年近く経ちまして、はい、あの時はまだシェム3がもうまさにユウさんが開発している最中ということで、うんうんうん、まあ、お呼びも残念ながらその時はできなかったですけれども、うん、その後に3が発売してそれを満喫させていただいてからのさらに今回 G アニメーションというまた新たな奇跡が起きまして、うん、4人揃うのも初めてですよね。そうですね、僕は今日清園さんにお会いしたのはそもそも初めてですし、ね、はいはいはい、皆さん取材はおのおの受けてたりとかですけれども、まあ、僕は取材する側ですけれども、はい、たっぷりたっぷりいろいろなお話をそうです、ね、清園さんに聞けるというところで、はい、ということで、はい、早速最初のテーマに入りたいと思いますが、はい、せっかくなので松風さん、涼の声で最初のテーマを発表していただけないでしょうか。わかりました。テーマこれですね。いきますよ。シェムアニメ版の魅力を語り尽くしてみるかです。涼が自分のが主人公を演じてるアニメの投稿をするという、はい、アニメ版の魅力を語り尽くしてみるかって言ってるのにテロップが全然違く出るっていうね、またこれはあくまで涼の話し方がそういう感じで、なるほど、一応テロップとしてはこういう形にさせていただいてます。ということで、まあ語り尽くす前に、はい、いろんな方が見てくださってるでしょうから、そもそも、今回のアニメはどういう作品なのかというのを、予告編で、お見せしたいなと思いますので、映像をお願いできればと思います。親父俺は知りたい。なんで親父があんな目に遭ったのか。鏡どこだ。一番ヤバいところに手を出そうってのか。蘭亭は2枚の鏡で何かをやろうとしている。蘭亭、一体何を。確かめたい、捕まえたい。俺の目的は蘭亭を追うことだ。鏡はあと一つ。お前と関わるとろくなことがない。これで横須賀は俺のもんだ。ついてきな。の野郎。貴様はまだ俺の相手ではない。お前にもいずれ分かる時が来る。分かる時が。そこのあんた本当に生きているの。
このまま諦めるわけにはいかない。だから俺は強くなる。はい、面白そう。見てないっすか？見てないっすか？面白そうだなこりゃ。22年展開予定ってちゃんと展開されてますしね。そうですね、お約束通り。約束通り大切ですね。はい、あのこちらのアニメですね、海外で実は一足先にですね、あの配信が今年1、2月ぐらいの時からでしたかね、あの展開されて、かなり海外のシェムファンを中心にあの大好評で、あの僕も早く見させてくれと思いながらずっと見てたんですけれども、4月7日からでしたね、国内での配信も始まりまして、今日本では第4話まで来てますね。はい、ということで、昨日おとといとかですね、配信されたばっかりとかですよね。そうですね、木曜、毎週木曜ですからね、各プラットフォームで配信されてまして、まあその中でまだ途中ということで、なるべく今回いろいろと聞いていきたいんですけれども、具体的なネタバレを少し避けながら。いや、だって黒部さん20年前にネタバレしてますよね。ネタバレ気にして喋る。その辺はオリジナルの話は問題ないと思いますけど、具体的にアニメでは実はこうっていうのを、まあちょっと若干気をつけながら、ちょっと曖昧な表現であれですけれども。いやでも評判いいっすよね。いや、かなり黒部さんぶっちゃけ、僕もその海外の評判を耳にして、そうなんだそうなんだっていう感じで、逆にもうね、シェンムって日本のゲームじゃないですか、もともと日本にいれば最初に遊べる見れるもんだと思ってたら、逆に待つ側になっちゃってそうだ、オランダからわざわざね、原産国本国に来たのに、どういうことだって思いますね。逆輸入待ちになるっていう。そうなんです。でもやっぱりそれ、松風さんもちょっと配信前におっしゃってましたけど、やっぱこうかなり海外の人がこのシェンムの魅力に気づいて、やっぱその今回のアニメも海外発案で、まあ、もちろん日本のスタジオが、ね、制作してるわけなんですけど、やっぱこう海外のファンありきのプロジェクトなんですかね。その辺不思議ですよね。まあ、3もそうですけど、すね、クランチロール、そうですね、はい、どこで配信するのってクランチロールって来ちゃうところがシェンムーだなと思いましたけど、ね、それはね、やっぱりワールドワイドっていうか、うん、国内だけで全く収まってない作品だから、当然制作は日本なんだけれども、そうですね、配信とか会社が海外だよって話になりますもんね。でもやっぱ面白いのが、その海外で受けるものは何なのかといったときに、逆にすごく日本的だったり東洋的な作品じゃないですか、うん、その辺はやっぱその海外の人なら絶対描けない、そしてなんていうの、海外の人からしたらすごく遠い異国に魅了されるような何かがこのシェンムにはあるということなんでしょうね。アニメーションにもやっぱそれが入ってるからこんなに好評なんですかね、ということもあるのかなと見てて思いますけれども、逆にその辺、ユウさんが今回監修という形で、作品を見守っておられて、結構ですね、ユウさんの話を聞くと結構いろいろ詳しく実は監修されていらっしゃるという話もあったんですけれども、今回ゲームからアニメになったこのシェンムという物語のアニメ版に対する率直な感想をぜひちょっとユウさんからお聞きしたいなと思いますが、いかがですか？素晴らしい出来になりまして、日本の文化もよく表しているし、やっぱりゲームの方はですね、重厚長大なのでちょっと手が出しにくいというか遊びづらいという側面もあるので、アニメで気軽に見ていただいてですね、興味を持っていただいてゲームの方に行っていただけるといいなって思ってますね。いや、そうですよね。このやっぱまたもう一回シェンムが話題になるきっかけの一つでもありますから、また次につながる可能性も出てくるかもしれないということですもんね。先ほどそのシェンムが少しこう、遊びづらい部分があるというお話ですけれども、なんか不便を楽しむゲームみたいな表現が以前ユウさんからあったと記憶しておりますけれども、そうですね、はいはい、携帯電話がない時代の方がいろんな苦労もあって工夫もあって楽しいみたいなところがちょっとシェンムにありますから、ね、はいはいはい、なるほど。今も考えられないですけど、みんなそれで生活してましたもんね、今思うと。逆にシェンム2ではね、 Google マップもない状態で香港を旅するわけですからね。そうですよ、二国を地図を持ってね。そうですね、誰とかですもんね。クラベさんあれですよ、はいはい、さすがシェンムで、先ほど我々は共存さんも
何社もですね、皆さんお待たせして取材を連続で受けるという、さすがシェンム規模が大きいなと久しぶりに思って、もう一日仕事してますもんね、うん、今日ね。そこでユウさんが監修したポイント3つ聞いてるんですよ、うん、シェンムージアニメーションでユウさんが監修というか、はいはいはい、ここちょっと直してくださいと言ったポイント3つ、1個が葉月家の屋根、あーらしいです、ね、1個が原崎の上唇、もう一個が五郎のリーゼントのボリューム、さあ一個だけ気になったの聞いてもいいですよ。いやちょっと原崎の唇の話が気になりますね。ぜひ詳しく聞かせてください。じゃあどこがあれだったのか。どこが、まあ、あの作画のその方向性とか、これエンディングですよね、エンディングのエンディング、そうです、エンディング、アニメのエンディング、はい、アニメのエンディングで、イラストの、はい、ビジュアルで、はい、まあ、あの作家さんによってこうタッチがありますから、そこを生かしていく、うん、ちょっとイメージが違ってたので、うん、唇をちょっと直させていただきました、唇だけがちょっと、いやでもやっぱディテールの男なんですねってすごい聞いてて思いますね。なんかそういうのが一つ一つ気づかなかったとしても、その集合体がなんかやっぱ他にはない密度になるんだろうなって思いますね。ちなみにあの屋根の話は後でちょっと出てきますので、それはちょっと取っておきましょう。知ってたんですか、クラブさん。僕はねそれをこの間お聞きして、さすが日本トップ、はい、いや世界トップクラスのシェンムーラバーは僕初めて聞きましたもん、屋根の話。あ、本当ですか。まあ、ちょっとその話はぜひあの楽しみにあの撮っておきましょう、はい、ということで、まああの不便を楽しむゲームシェンムで、今回はアニメが見やすいということで、ちょっとユウさんにお聞きしたいのは、そもそもの、まあ、同じ物語を違うメディア違う媒体で届ける上で、このゲームとアニメのストーリーの届け方はどういうふうに違うと感じてますか。やっぱりメッセージを届けたいっていうのはあのいつも思ってるんですけど、あのゲームはその中でもやっぱりゲームですから遊んで楽しく、でアニメの方は見て楽しく、ゲームの方は遊んで楽しくといっても、あの100時間プレイする人もいますし、30時間の人もどなたも遊んでプレイ楽しくっていう、アニメの方はあの尺が決まっているので、そこできっちりとあの抑揚をつけて印象深く作る、そこを気をつけて作りました。あ、やっぱそのリズム感というか、ゲームのリズムは本当プレイヤーが自分でその主導権を握ってるみたいなところがあるのに対して、はい、アニメだとそこはもう本当にきっちりとディレクションしなきゃいけないという、組み立ててしっかり設計して、はいはい、清園さんにとってそのあたりはそのシェンムというゲームをこうアニメに翻訳する上でのその工夫したところとか苦労したところはいかがだったでしょうか。そうですね、あの脚本を作るときってやっぱゴールがどこなんだろうってまず一番最初にあの考えなくちゃいけないんですね。でもちろんこのプログラムの中でそのゴールまでたとえたどり着かなかったとしても、でも主人公たちはどういうゴールになるのかっていうのはやっぱみんな作り手は知りたいんですよ。知った上で遡った第1話ではどんなセリフがあのどれぐらいの感情、どれぐらいの距離感、うん、そういうのをやっぱこう組み立てるんですけど、まだその長いあのユウさんの中にあるシェンムーロードの中のほんの、ね、はい、我々はこんなところしかやられないわけで、はい、まあ、ゴールもわからないわけで、そこの中でその日本でね、そのドブ板から始まるっていうのは、まあ、ある意味そのアニメーションとして見せられるところがたくさんあるし、その美術だったり小物ね、プロップもそうですけども、その昭和のノスタルジーもそうですけど、まあそのアニメーションって遡れるから、遡れるし、我々のその日本を見せるという、まあ海外に対してすごく得意分野だと思ってたんで、まあそこはすごくこう、どれぐらいの分量にまずそのまず1のじゃああの横須賀編をね、こうどれぐらいの分量に収めようかというのはすごい議論生みましたね、うん、それをなんか旗から考えてても難しいなと、なんかその設定がものすごく濃厚で、はい、一方でストーリーのボリュームはそれほどあるわけではないじゃないですか、うん、だからなんかすごくこう短くまとめることもできれば、それこそその量以外のキャラクターもそれぞれ設定がもともとあって、それを結構今回アニメの中であのうまく活用してるなという気がしますけれども、はい、やっぱその
かなりそのリョウとか原崎とか福さんといういわゆるメインキャラクター以外にもすごく力が入っているのがいかにもシェンムーらしいなという気がしますね。その辺はユウさんからも最初この辺のキャラクターやっぱ強めに出してほしいな、人気があるんだよっていう話もちゃんと聞きながら出していったし、まあ、アニメ側からもね、まあ、ちょっと女性キャラは増やしたいなとか、やっぱアニメーションなのでっていうのもありますし、はい、はい、割と渋い男たちがいっぱい出てくるので、うん、渋い男とおじいちゃんおばあちゃんのゲームみたいな話よく聞きますね。はい、もう最初からおばあちゃん出てくる感じだったから。そうですね、稲さん。稲さんそうですね。そうですね。そういう意味ではまあちょっと具体的なネタバレはさておき、原崎っていうキャラクターもかなり活用されてますね。はい、はいはい、かなりこのワンではワンというかワンを語る上ではね、すごく一番こうスポットライトを当てたキャラクターですね。そうですよね。うん、松風さんにとってはその、はい、まあ、こういう形で清園さんを筆頭にそのアニメ向けに翻訳されたこのシェンムの物語において、当然ながらその寮のキャラ付けにも小さな細かい変化とかがいろいろとあるのかなという気がしますけど、そのゲームで演じてきた寮と今回アニメで演じる寮とで何かこう違いを感じる部分とかってあります？ないですね。あ、そうですか。いい意味ではもうないですね。むしろそのオリジナルを死守することが、そのまあ、シェム3もそうですけど、ユウさんにそのクラウドファンディングのお話を聞いたときにやっぱりテーマ懐かしさで、シェムをもやるっていうことなので、で今回のシェムジアニメーションもシェムなので、だから僕が多分言ったのはオリジナルの語尾感、話す感じとか、なんでしょう、スクールボーイにはミルクがお似合いだよって言ったらやっぱりファンは絶対違和感が、別にね、与党だぜとかっていうのは大した差じゃないですけど、そうですね、そういう細かいところで人柄ってあったりするじゃないですか。だからその寮の喋り方がこの人に対して敬語を使ってるのはとか語尾感がとかっていう、多分オリジナルでこれは言ったことないと思いますよとか、この方にはこういう喋り方しないと思いますよみたいな、オリジナルの話だけでしたね。そこはやっぱもう地続きの量という感じで、もうあとはもうむしろそのままやることをそのままやらなくちゃいけないなっていうふうに、はい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 、でもやっぱりそのプラット媒体が変わると、まあ、先ほどもちょっとそういう話を聞いたんですけど、そのまあそのゲームで話しかけるときにそのタイミングとかが、うん、はい、やっぱそのプレイヤーごとに異なってくることによって、うん、そのまあ割とフラットにしないといけないとかっていう部分があると思うんですけど、はい、そこがアニメになると端によりそのディレクションされたセリフになるじゃないですか、はい、一つ一つそこでなんか違って感じる部分って何かあったりします？逆にあのシェンムー1、2撮ってた時から僕もう20年ぐらいアニメーションのお仕事させていただいてますんで、はあ、そうですよね、そういった意味でもスキルが私実際は年を取ってスキルが増しちゃってますんで抑揚たっぷりにはできますけど、それをやっぱり しないようにというか、だから逆に言うとカット割りで完全に決まっているので、もうやれる範囲が先に分かっているので、なるほどとこの範囲でかっていうようなところでしたね。まあそんなに巻かなくちゃいけないのも異常にっていうことはなかったので、この作品に関しては。あ、そうなんですね。だからもうなんかあんまり なんでしょうね、あれなんですよ、欲をかくとかスケベ心っていうんですよ自分がやりたいからあ、なるほど、やたらやっちゃうみたいな、それはこうやっぱり演者は一番気をつけなくちゃいけないところなんですよ。過剰にむしろ演じることなんか、あくまで俺もあくまで寮だっていうところにすごく意識してっていうことですね。ざっくりしたキャラクターだからね。そうですね、なんかあと僕突で、うん、そうそう、バンカラな感じの。今回のトークテーマも倉部さんが言ってくれたのも、語り尽くしてみるかみたいなじゃないですか。もうかとかじゃないですか。そうですね、すいませんとかじゃないですか。その量だから そこをこういかにこうフラットについていく。はいはいはい。でもやっぱりすごくそういう意味で、まあ、その松風さんのおっしゃられる通り、その20年の松風さんという声優の進化がある中で、進化してないかと。そこがなんていうんですか、こう過剰に出ないでこう今まで馴染んできた量の声を聞いて、ファンがみんな量だって言うっていうのはやっぱり。なんでその20年の中でいろいろ変化がある中で、その同じところをそのままキープできるっていう凄みですよね、きっと。そう思いました。倉部さんどうでした、アニメで見る。いや、僕何の違和感もないですよ、もちろん。もう亮さんだっていう感じですね。やっぱり僕個人的に面白いのが、そのワンツーやった時、松風さんはもうその遠い海の向こうの方じゃないですか。だからもう松風さんの顔っていうのは分からなくて、あくまで亮の声ですよね、はい。でそれが今となってはお会いする機会もあったりしてという中で、じゃあこの今回聞く声がもう松風さんになっちゃうのかというと、そうじゃないですよね。
あれはあくまであの時は亮さんの声で自分がお会いしたことのある松風さんだって思わないんですね。なるほど、比べさんらしい。なんか今回改めてあの専務寺アニメーションで亮やらせていただいて、皆さんから反響やっぱいただいたんですよ。あの久しぶりに聞いた亮の新しいセリフに関してみたいな。でそれで改めて思ったんですけど、実は評価が本当にバラバラで、なんか改めてこれだけ年数経ってアニメになって、本当に葉月亮というキャラクターは、僕もモーションキャプチャーもやらせていただいて喋ってるんで、セリフもすごい量取ったので、僕も愛してるし、僕も僕だと思ってるんですよ。超松風だと思ってるんですけど、葉月亮はみんな自身なんだなっていう。だから多分皆さんのプレイした皆さんが自身に反映させてるから、すごくいいねとかいう人と、いやいやちょっとなんかあれじゃないっていう人と、あの評価がいろいろバラバラになるんだなって。10人十色の評価になるのは、本当に各々皆さんが葉月亮を自分として愛してくれたんだなっていうことを、なんか今回改めて感じたんです。はいはいはい。そこがやっぱアニメとなると、よりなんていうんですか、そのプレイヤーの余地がなくなるから、そのどういうキャラクターにするのかっていうのが、よりなんかこう意識しなきゃいけない部分だったのかなと思うんですけど、清園さんはそのあたりについてはどういう考えで。そうですね、あのアニメーションの主人公の割にはって言ったらですけど、すごい難しいですよね。こんなに僕突でこうさっき言った通り、その振れ幅の感情表現というのをすごい抑えられてるし、それがある意味どこか日本男児 の, そのね忘れられたね部分もあるけれど、なんだけど、なんつうの、アニメのキャラクターとしてはもうちょっとこういろいろあった方がドラマチックになると、なりますよ。それはどうしてもやりたくなるんだけど、そこはぐっと我々も抑えて、ただ周りのキャラがね、やっぱキャラクターがすごい立ってますから、それぞれが、まあその人たちを効果的に出すことで、まあドラマとしてこう成立しようっていう、はい、そこはすごく意識はしました。やっぱゲームだとどうしても、あ、ゆうさん何か今おっしゃろうとしてどうぞ。僕としてはあのアニメでの量っていうのは、はい、あの本当にバッチリのラインを言ってちょうどいいところで、もうまさにやってほしい量をちょっとやっていただいたっていう感じです。そんなゆうさんに褒めていただくなんてすごい。いやでもそこはやっぱり清園さんの工夫と、あと松風さんの声もあって、いやいや、でも逆に言うと、ゆうさんちょっと待ってください、じゃああんまりゲームの時はあんまり僕の量は違ったってことですか。そういう意味ではない。最新作ジアニメーションを褒めていただきましたけど、ワンツースリーと世界に対してやってきた量はちょっと、いや、スリーはワンツーから時間が経ってたので、はい、あのすごく先ほども言ってるようにすごく上手になってるじゃない。本当ですか、そういう印象は。うん、上手っていうのは量からちょっと離れるリスクもあるわけです、ですから、なんかもっとこうダンディーになりすぎたり、やばい、で上手になりすぎるのをちょっとそこは気をつけていかないとなというわけで、3の時はそういうちょっとアドバイスをして。なるほど、そのバランスがアニメーションだと、だからもう3はそういうリクエストをちゃんと聞いていただいて、ちゃんとやっていただいて、3もバッチリですから大丈夫ですね。でも今コメントでもね来てますよ、はい、TM さんという方から、一般人でもその20年も経てばその声が低くなったりとか声の質が変わるじゃないですか、それがないというのがすごいなというコメントもいただいてますね。なんかあの先ほども取材その話題も出たんですけど、僕あの声がもともとハイキーでして、はいはいはい、で声が高いのがコンプレックスぐらいで、でシェンムーでその音響監督の明田進さんとお仕事するところで、丁寧にもうちょっと低い方がかっこいいんじゃないっていうので葉月亮を作ったんですよ、ワンの時で。それで実は低音無理して出しててポリープできたりもしてて、で当時高かった僕が無理して下げてるのと、今年を取って勝手に下がってきた僕がちょっと上げるのが全く同じになるっていう、チューニングがその近いところにある。その時に作ったものが今は自然になってきたというような感じですか、ね、ワンツーとか見てて自分でうわこの時の俺低いな、こんなんよく頑張ったなみたいなのが実はあったりするんですよ。そうなんですね、はいはい、でもなんかあの当時の松風さんのそれ以外の映像とか見たりすると、確かになんか あれですよ、例えばあのシェンムー2のなんかプロモーションで萩原さんと作った映像があるじゃないですか、シェンムーザムービーの特典映像。そうです、そうです、そうです、はいはい、あれとかは確かにその今と比べるとその自然体の時の声が少し上がってますもんね、高いですよね、はい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 、そうなんです、そうなんです、はいはい、なるほど。
あとですね、先ほどちょっと清園さんからのお話で興味深いなと思ったのが、その他のキャラクターを活用することで、まあ、量を見せるみたいな部分があると思うんですけれども、ゲームでもいろんなキャラクターが登場するけれども、まあ、どうしてもプレイヤーからその話しかけるとかっていうことになるじゃないですか、うん、でもアニメになった途端に量がいないシーンとかもあるじゃないですか。そうですね、その中でなんていうんですかね、こう、まあ、周りの大人が量のその無謀なところを心配するとかみたいな描写があったりして、うんうん、よりその量というキャラクターがアニメという形で俯瞰して見れる部分もあるのかなと思うんですけれども、そこもかなり意識された部分だったりするのでしょうか。うんうんうん、そうですね、まあ何回もこの話出てますけど、やっぱりプレイヤー視点で動くゲームですからね。そのさっき松川さんも言ってましたけど、そのみんなの量がいる正解は、まあ、我々はそのゲームユーザーに対してある程度合格点を取りたくいいんですけれども、はいはいはい、アニメを作る上でね、これはシェンムーじゃないって言われるのがやっぱり一番ダメなことなので、うん、ただこんなにもその多分何百万人なりの量がいてその人が通ってきた道もプロセスも様々じゃないですか、はい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 、でそれが楽しかったはずなので、このゲームはね、でそういう感想が多かったんですよ、このアニメを作るときに。やっぱスタッフもみんなこれをやってきた、はい、まあ、たくさんいましたから、はい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 、どう思うって言ったら、いやこの何にもしない1日がいいんだって最後みんな言うんですよ。でもそれ面白いねって面白い日やってみたいね1話ぐらい何にもしない日そういうアイデアもあったんですか。ありました。それはもう専務でしかありえない、ね、もうさ、どうせセガでしょってずっとゲーセンでゲームだけやろうよとか ね、そうやりたくなっちゃうんですよ、アニメの人って。だからね、そこはグッと我慢してやっぱちゃんと一個一個やらないともう足りなくなっちゃうんで、話数が。でもそうですね、これでは清園さんに予算と時間を渡したら面白い作品もできそうですね。ちょっと、うん、そうですね、ゲーセンだけでとかね、それこそフォークリストとかね、うん、やり、いやフォークリストね、バイトずっとしてね、そうバイトすごいずっとバイトしてたってみんな、ね、言ってくれたりしますよね。バイトだけでやれますよ、ガチャガチャだけで、バイトだけで、ゲーセンだけで。そういうのやっぱちょっと清園さんにお聞きしたいのが、まあゆうさん、松風さんは当然ながらその一作目が出る前からその作り手として、まあ、最初から作り手っていうことじゃないですか。で清園さんは今回アニメっていう形で作り手になられて、もともとこのシェンムを遊ばれた時にこのゲームとかこのストーリーの魅力がどういうところにあって、それをなんかどういうふうにアニメにしようっていうお考えだったのでしょうか。まあ、でも日本を見せるっていうのはすごく僕らとしては武器だなと思ったんです。うん、で海外に配信することは最初決まってたんです。はい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 、で海外で配信する作品として何がいいだろうっていうのを探した時に、まあ我々のグループにこうセガサミーがありまして、その中にあるコンテンツとしてまあシェームっていうのがもちろんこう一つあって、あこれは相当お客さんをね、ユーザーを抱えているし、まあ、熱烈なファンがいるから、で今その日本で作ったアニメをそのままもう届けられるじゃん、ダイレクトに、はいはいはい、むしろ日本よりも早く届けられるそう、まあ、今回ねそういう話になってしまったんですけどもすいませんね、はい、怒ってますね、相当ご立腹ですね、グラムさん、人生をかけてきましたからね、そうですよね。でもそもそも論なんですけど、はい、シェンムーを絶対にアニメ化しようっていう企画でもなかったってことです。セガの数あるタイトルの中からどれでもやる可能性はあったんですか。そうですね、まあ、セガというよりもまず海外で配信すると、ここに当てるプログラムとして何がいいだろうっていうところからの、はい、でちょっとこう企画者と話をしている中でシェンムーってどう思ってやるときに、あシェンムーいいね、シェンムーを知らない人はいないだろう海外にぐらいの日本の作品見たいなんて思ってくれてる人は、はい、そうもちろんです、日本のアニメスタジオが作る日本のアニメを海外に見せるときに、そのなんだこれ知らないぞっていうのはやっぱすごく最初のスタートがきついじゃないですか。知ってるよから始めたわけですよね、うん、やったことなくてもね伝説のゲームとして知ってるし、その通りですね、はいはい、やっぱ今話を聞いてて興味深いなと思ったのが、その日本らしさを推すっていうのが最初からあったっていうお話ですけど、うんうん、なんか前にお聞きした時にユウさんたち松風さんたちはそこをなんかあんまり意識されてなくて、蓋開けてみたらこの日本らしさがすごく評価されたみたいな話聞いたことありますね。そうです ね、 そうですね、ゆうさんはそもそも別に日本だけを描いてそれを海外に発信する作品じゃなくて日本から出てってっていう作品ですね。中国でということですもんね。
なんだったらあの今回は中国を描く方が長くなるんじゃないですか、全体で。あ、本質的にはもう第一章横須賀で、うん、そこがもうあれですね、出発の物語で、そこからがもう中国の話ですもんね。まあでも最初は日常、あの日頃我々が何気ない日常をですね、なんとか描きたいなと、なるべく詳しく、そしたらそのまま日本の文化につながっていって、はい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 、それで日本の文化を特徴を立てるためには中国行けばまた際立つじゃないですか、比較って。うん、日本人だって、ええ、お前日本人だって、ね、そうなんですよね、うん、そこがうまいですよね。だからこう自分の何気ない部分をしっかり描くことによって、あの他も際立ってくるっていう。また稲さんは着物ですけど振袖じゃないですからね、着物海外に見せたい着物はいっぱいあるわけじゃないですか、ね、でもそういうことじゃなくて、当たり前のことをきっちりと、うん、さらっとじゃなくて当たり前の日常をきっちりとやっぱやったっていうことが逆に際立った。この日常をしっかり描こうっていう、その旅に出る前っていうのが結構僕、まあ、特にゲームの中でユニークだと思ってて、ゲームって朝起きてあなたは勇者だって言って出かけるじゃないですか、はい、そもそも俺はどこから来たんだっていう貴族意識みたいなものが全くなくて、このゲームでその2でいよいよ旅立った時も自分は葉月亮っていう横須賀の青年だっていうのがあって、その中で香港に行っても日本人として見られたりして、あ、外でまた亮がなんかやってるんじゃないですかこれ、船員と戦ってるんじゃないですか、軽く 3,4 人乗しましたね多分ね。それかバーに聞き込みに行ってちょっとトラブったんじゃないですか。しょうがないですよね、はい、目的のためには多少やっぱりね降りかかる火の粉は。本当そうですね。あ、というところで、まあ、そこから香港に行くじゃないですか。すると今度はその香港とか中国の、描写をするっていうのもアニメでも当然やってらっしゃるじゃないですか、うん、僕はちょっと今回の、配信のためにちょっと先にあの香港編を見させていただいたんですけれども、うん、やっぱそのゲームの、その描いた香港の再現も当然ながら、そのゲームに出てこないけれども当時の80年代の香港を意識した絵もたくさんあるじゃないですか、はい、その中でまあこのコロナ禍ですし、まあ、80年代の香港という、まあ、今となっては資料も大変見つかりづらい、状況の中で、そのあたりの再現はどのようにされたのかぜひお聞きしたいなと思いました、うん、ちょうど配信がこれ以降の香港編もね、また、うん、あのオリジナルのシェンム2もそうですけど、クーロン城も、はい、もうね取り壊されて、ね、僕らが撮ってる時はまだあったんですよ、うん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 、でやっぱできるだけなんて言ってクーロン城の資料、ユウさんのデスクとすっごいことになってる時ありましたね。実際のなんか写真集とか、すごかったね。その辺もあのその渡してもらって使ったりとかっていうことはあったんでしょうか。いただく資料ももちろんですけど、まあ、あのクーロンなんかはもう残ってるいろんな書籍も集めてきたし、あの香港自体の街をあのもう 作りました CG で、 CG でじゃあもう完全にオープンワールドみたいな、オープンワールドみたいな。あのもちろんあのもちろんシェンムよりも規模ゲームよりは規模小さいですけど、でも一町作って空路も作って、はい、それぐらい。だからもう一回やってって言っても作れるぐらいの、デジタルの財産がありますね。それを作る意味がちょっとやっぱそのゲームだと全部いけちゃうから、こうごまかしが効かなくて全部作らなきゃいけないじゃないですか、はいはい、まあ、アニメだとまあその素人感想ですけど一枚一枚で構成されていくものなので、うん、はい、その一つなぎになったものである必要はないよね、思えるんですけども、ね、セットデザインでね、はいはいはい、ある必要はないんですけど、一個作ってそのもちろんレイアウトを取っていくんですけど、どの方向からもまず組めるじゃないですか。 あと香港ってやっぱりあの当時は人が雑踏っていうんですかね、いっぱいあのドブ板の商店街をこう夕方ねお買い物に行くお父さんお母さんっていうのとちょっと違くて、ざわ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 してるじゃないですか。あれを出さないと、あとギチギチあの車が止まってたりとか、まるでこの違う様相の国っていうのを出すには、やっぱあの人もいっぱい歩かせなきゃいけない、はい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 、人のそのまあモブって言うんですけど、まあガヤみたいなそのをいっぱい歩かせるってすごい大変なんですよアニメ、だからそこも含めてちょっと CG でいっぱいあの作って、街ごと、はい、作ってます。町ごと作ってしまったというのもなんかちょっとシェムらしいアニメの作り方だなっていう気がします。そうですね、アニメなのにちょっと
いつもよりは頑張ってやってます。あのシェンムー魂で。だからあの横須賀の今ちょうど配信されてるやつでも看板とかがやたらなんか間とか花や間とか全部しっかり分かるのはもう完全に作ってるからだし、はいはい、あのね看板嫌だって美術に言われたんですよ。すぐいや無理描けないよって、あんないっぱい描けないよってしかもあの描けないですよ。 この作品に関してはこの間の隣にこれがあるわけないみたいなクレームが世界中から来る可能性がある作品ですよ ね、 すね、うんはい、だからマスターは一つならいいんですよ。あとはどう撮るかなんでね。だからそれは一個をたくさん作って、はい、でもそのたくさん作ってまだねもう一回引っ張り出そうと思えばいくらでも作り出せ、うん、作れるというお話だったんですけど、ちょうどコメントでね、まあ、これその言える範囲は限られてくると思うんですけれども、はい、そのあれですね、このシェンムーのアニメの3以降のストーリーとかもぜひ見たいっていうお話があるんですけれども、もちろんゲームが、うん、が先だとは思うんですけれども、もちろんですよ。あのゲームを私どもは追いかけていますから。なるほど、はい、しかもそのコメントは3をアニメで見てみたいじゃないんですね。3以降と書いてありますね。3以降だいぶ先行ってますね。そうですね、はい、あれでも今回まあネタバレの範囲であれ、あれですよ、その基本的に2までの物語という位置づけで間違いないですよね、うんはい、はいはいはい、言ってよろしければ2までで一応考えてます。当然ながらその余地としてその CM3 の物語をアニメでやるっていう可能性はあるということですよね。それはまああの私にはあの決定権がないんですがもちろんですね、ないんですが、はい、でもやっぱ私たちがアニメ化にね着手する頃にゲームの3がもうやられてまして、はいはい、まあ、それがあるからハッカソンが出せたわけですよ。あ、そうなんですよね。そういうシンクロっていうかタイミングというか、あのそれが重要なポイントですよね。だからゲームがですよ、やっぱ続いていただければそこもですよ ね我々も追いかけていく。ただでもシンクロが本当に僕ら3 僕がアフレコしてる時はユウさんが作った後なので、はい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 、最後アフレコ、ね、その時とかにやってるはずなのにアニメの情報入ってないですからね。あ、でさっきあの取材の時にユウさんがいろいろなこういうジャンルで本当に好きな人がこのジャンルでっていう風にしてシェンムーをいろいろしてくれることはすごく楽しいしありがたいよねっていうコメントが、うん、でもそこちゃんとなんていうんですかね、あのこう全く関係ないところでやりましたじゃなくて、ちゃんとその3作りながらもそのアニメにその3のキャラクターとかロケーションが反映されてっていうのがなんていうんですかね、こうちゃんと愛を持って同じ世界観の中でこだわって作ってるなっていうのはすごく感じますね。これアニメ以降もユウさん大丈夫なんですよね。いろんなジャンルにシェンムーが広がっていく。さあ いろんなジャンルに広がれば広がるほどいいと思いますね。これすごいことですよね。本当に何でも演劇でもブロードウェイに行っちゃいます。全然原作ものの演劇ね、うん、ありますし、あと漫画でもいいし、漫画もね当然のようにあるはずなのにないんですよね。シェンムーって漫画ないですよね、うん、そうですね、漫画はないですね、うん、まあ、あの短いねシェンムー2のその隠し要素として海外版に入ってたサイドストーリーみたいなものはちょっとありましたけど、本格的な漫画というのはないですね。そういうのも全然ユウさんとしてはもうウェルカム。そうですね、小説でもいいし、そのラジオの語りでのやつも面白そうですよね。ラジオドラマとかね、ありますもんね。いや本当にあの言ってたんですけど、何が起こるかわからないシェンムーって言ってキャッチコピーで世に出たんですよ、シェンムーって。本当に今回の G アニメーションもそうですけど、うん、あとそれでね今回のもそうです、アニメ化記念プロジェクトを横須賀市さんがやってくれてるってい う、 いやこれも発売の時に横須賀市さんとやってないですからね、うん、この出ないはずのものが出て、それがまた波及して波及してって何が起こるかわからない状態に図らずもどんどん令和になっていってますよね。いや今日のこのイベントもまさにそうでね、うん、まあ、ちょっとまだその話をしてなかったのでちょうどあの切りがいいということで、あのちょっと次のテーマに入っていきたいと思いますので、ここも松風さんにお願いできますか。続いてのトークテーマは横須賀久しぶりに歩いてみるかです。ちょっと、はい、ちょっと情緒がありすぎちゃういや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 、ちょっと年の疲れが出てましたけど爽やかに地元ですからね。いや本当にでもね、ユウさんが今おっしゃったようにそのいろんな形で広がってくれる場合っていうのは作品としても当然そうですけれども、こういう横須賀市がこうイベントをやってという形でもまた広がって、すごくやっぱその現実世界を舞台にしてるからこその広がり方ですよね、まさに、うんうん、興味深くて、なんかね街歩くとね、今
あの4月23日から、やっていて6月26日まで続くんですけれども、はい、あのまあ、シェンムにゆかりのあるお店の方にあの資料展が置いてあるんですね。あの壁にかかってて、うん、その当時 の、 その、原画の複製だったりとか逆にアニメーション版の、絵とかがね ありまして、なんかこういつもと違うことがこの街で起きているという表現を優さんされてましたけれども、すごい、なんかそのね20年前に作られて今はアニメーションになったゲームがこういう形でまたこのドブ板というリアルな街にもいろいろと反映されてるっていうすごく面白い動きがあって、でそういうお店で買い物したり食事をしたりするとポストカードがもらえるっていうものもやってて、まあこの辺いろいろと詳しくお見せする一つの動画を用意していて、実はですねゆうさんと一緒に一回もこの街歩いてきたんですよね。え、くらべさんとゆうさんが？そうなんです、そうなんです。プロジェクト中のドブ板をってことですか？あのプロジェクトの1日前で、はい、あの一応もそのイベントのそのものをその時に特別にちょっと準備してもらって一回あの街を歩いてるんですよ。すごい、くらべさんも意外ですけど、はい、鈴木ゆうさんのロケってなかなか見れない、ね、そうなんですよ。世界初なんじゃないですか？なんかいや横須賀市さんからこういうのやりましょうっていう話をいただいた時に、うん、一番最初にこれ絶対やらなきゃと思ったのが、はい、海の親の聖地巡礼っていう。なるほど。ゆうさんにしかわからないその街を見た時のこのシェンムーらしさとか絶対あるじゃないです か、 だかそこを僕としてもすごく見たいし、うん、ファンの皆さんも絶対見たいよなっていうことで、ちょっとしたプチドキュメンタリー映像として、ゆうさんがドブ板通りを歩いている映像をご用意しておりますので、ぜひとも見ていただければと思います。映像をお願いします。どうもゆうさん、ご無沙汰してます。よろしくお願いします。なんかここがあの、ハニービーといってあのゲームではファニーベア、ここですね、うんうん、元になってるっていうことなんで、ぜひ食べていきませんか？はい、はい、お願いします。入ってみます。すごい懐かしいねアメリカみたいですね、本当に。いや、ディスプレイが独特だよね。もうディスプレイが向こうにある感じのお店ですよ。資料展ありますね。これ、はい、ジョイとの出会いのシーン。そうだね。ゆうさん、この辺のイラストとか覚えてます？覚えてる覚えてる。あ、本当ですか。うん、僕初めて見たかもしれないですね。これ、うん、こっちがですね、キャラのコンセプトアートで。宮脇の絵はいい ね、 ね。このなんか力強いラフな感じがかっこいいですよね。大好きですね。彼の絵は大好き。おお、うん。いや、この店もね、なんかかなり昔からあるみたいで、あの前行った時にその当時の写真とか見せてくれて、うん、70年代とかのドブ板で、めちゃくちゃ活気がある、なんかディスコとかあって、ね、ネオンとかいいんだよね。ね、いいっすよね。コロナとか、ほら。でも意外に見た目はこれ、大きすぎるんじゃないかっていう感じですけど、潰すと、まあ食べやすいっすよね、それなりに。ありがとうございます。ごちそうさまでした。美味しかったです。なんか今そのキャンペーンで、うん、シェムにゆかりのある店で食べたり買い物したりすると、うん、あのアニメ版のポストカードがもらえるみたいです。断定だ。断定。一番かっこいいよ。断定の荒崎、まあ、僕は癒しをつきました。正反対しました、ね、そうですね、本当に。ところどころに横須賀らしさがある、ね、ありますね、本当に。なんか日本のこういう商店街って特にその関東だと大体似たり寄ったりじゃないですか、うん、ここだけやっぱ本当強烈な色がありますよね。そうですね。シェンムの海の親を連れてきました。はい、あ、そうですか。ありがとうございます。結構
人気がね、ありますね。ああ、そうですか。海外の方でもね、言われる方いらっしゃいますからね。葉月家のそこの道場じゃない母屋の方の屋根の形を向きが違うとか。あ、そうなんですか。っていうのを直した覚えがありますよ。オリジナルと違って、なんかやっぱり日本の神社仏閣を改造したっていう設定です。あ、昔はそのお寺なり神社だったっていう、そういう設定なんですか。なので昔の神社仏閣の作りってあるじゃないですか、はいはい、屋根の決まりとかも。それをなんかシェンムワンではやってるので、シェンムワンと屋根の向きが違うっていうので、これは直してワンに合わせたやつ。 それはそのリュウさんが監修するときに気づいて指摘をしてっていう感じ。出ました。カキタですね。カキタ。これが一番多分そっくりなお店だと思うんですね、ゲームと。ゲームではね、クリタで。この店、1952年からあるみたいですね。ちょうど本当戦後間もなく、米軍がここに来てすぐできたっていうことなんでしょうね。どうですか本当に当時のゲームセンターを思い出すような感じですかね。ゲームっていうのは実際の建物よりちょっと大きめに作らないと、なかなか障害物が多くて、その歩けなくなったりするので。そうですよね。1.5 倍から2倍ぐらいで作るんですよ。2倍まで大きくするとちょっとリアリティなくなってくるんで、1.5 倍ぐらいでなんとかしたいな。一応ね、なんかよくシェンム好きで来る人とか多いですかね、やっぱり。そうですね。まあ、コロナになっちゃってる方はね、やっぱ遠方から来られるっていう方は全然少ないですけど、その前なんかはかなりやっぱしてたんですか。はい、なんか当時ね、やっぱそのゲームではクリタで、はい、すごい看板とかもそっくりな感じで。まあ、めっちゃ汚いですけど。いや、それは逆にすごい味ありますよね。歴史を感じるから。なんかゲームでは実際の地図通り作ってないんですよ。実際だと見通しが良すぎて、そのポリゴンがすごくたくさんかかって、適当なとこで曲げないといけないですね。64メートル以上作っちゃいけないとか、32メートルでできれば曲げてって。ね、今のプレイステーションとかだったらね、そこはこのまんま作れる。このまま作れますもんね。やっぱりなんか今の技術でシェンムー1を作れたら面白いですよ、きっと。面白いでしょうね。ここのミカサというお店も、あの、ミカサゲームがモデルにしてるお店の一つですね。この今回のためにこれを限定品として販売するとも素敵ですね。本物の刺繍って感じですね。なんか手作りの感じ。そうですね。スマホというかあれですね、あの小さめの、 あのタブレットとかだとちょうどいいのかもしれない。あるいは Nintendo Switch とかね、ちょうど入るぐらいの大きさだと思いますね。ちょっとお話を聞いてもいいですか。はい、どうぞ。あの、シェンムのことはもちろんご存知で、はい、あの当時のことって何か記憶にあったりします？何か取材に来てたとか。はい、そうですね。あの、このおそらくこのゲームがまだ企画段階の頃だと思うんですけど、はい、セガの方が、いらして、どういったの映像とかの素材を探したんですよ。で、うちの方で、まあ、そんなに大したもんじゃないんですけど、VHS を一度提供したことがあって。もしかしたら、この方だったかもしれない。90年代ですね。いや、でもなんかやっぱその、生みの親としてその、自分が20何年前に作ったゲームの影響で、この街のあっちこっちに今なんかいろいろ置かれてたりす
してるのを見ると、どういう気持ちですか？いや、なんか、なんか嬉しいですよ。面白いですね。なんか、なんか いつもと違うことが起きているっていう。そうですよね。はい、最後はあのバス停から横須賀港へ行くというところでこの映像が終わりましたけれども、素晴らしいですね。本当一日見てられますよ。二人にもなんかすごいいい感じの、ね、実はですね、これ撮った日のその尺が3時間分ぐらいありまして、ノーカット版とまでは言わないまでも、あのもう少し尺の長いバージョンをいつになるかはちょっとわからないですけれども、うん、あの準備したいなと思っております。いや、すごくいいと思います。はい、それこそ横須賀市さんと、ね、タイアップ、横須賀市のホームページでリンク貼って見れる。あ、そうですね。いやでもね、なんかこうやっぱりユウさんが歩くと、うん、他ではね絶対に味わえないそのシェンムの海の親が見る横須賀っていうのは、はい、僕もぜひ見たいなと思って。あと何でしょう、僕らが一緒にお仕事させていただいている僕らが見る普段の鈴木優さん、優さんって本当どこ行っても自然ですよね。とんでもない、変わらないですよね。人が入れない場所に入った時も自然ですし、なんかドブ板歩いてても自然でしたよね。現地の人に間違われちゃうんですね。その特殊技能が出てましたね、VTR に。これアニメ作る前にあったらすごい嬉しかったです。ね、本当ですよね。あと倉部さん、このパンフレットが超秀逸ですよね。これまだちょっとお見せしてなかったんで、僕があの見せてる間にちょっとあの松風さんなど皆さんにちょっとあのリアクションをしていただければと思うんですけれども、これは世の中にいろいろな聖地巡礼マップが数あれど、うん、やっぱ群を抜いているのと、シェンムーの中でもシェンムーってね、あのワンツーの時マップを本当にね、ファミツーさんとかみんなやってくれましたけど、うん、マップ重要じゃないですか。マップ重要。このマップ素晴らしいですよね。さっきのあのハニービーとかも意外に、僕も当時収録の時にあのドブ板やっぱ勉強で来たんですよ、うん、舞台がドブ板なのでっていうことで、意外にあの実際のお店の場所照らし合わせてくれてますけど、16号沿い通り沿いのお店とかの方が多いですよね。そうなんですよね。あとですね、このあの今回、まあ、1回2017年に1回ゲームに合わせて、こういう聖地巡礼マップがですね、あの、はい、横須賀市さんの方で作ってくださったんですけれども、そこからですねちょっとファンの中で新しい発見とかもあったりして、僕がそれを耳にして横須賀市さんにお伝えして、新しく入った、バイク屋さんですね、はい、ゲームではノッキン ノッキング、ね、現実世界ではナックなんですけれども、当時はその80年代当時とかは実際にドブ板通りに、支店があったんですけど、それがなくなって今となっては衣笠という、場所にですね、はい、お店があってですね、で看板とかはですね本当にゲーム、にそっくりとか、ゲームの方を思い出すような形で、うん、これも新しく入っているので、なんかファンが、手に取ったら今までこう歩いてたドブ板通りにはその発見できなかったものもいろいろと入ってるんじゃないかなと思いますし、いやいやいや、これ震えますよね。そうですね。あともちろんアニメ版と合わせて、そのアニメ版ならではのスポットもいろいろ入っていて、横須賀市の体育館ですとか、うん、それからあれですね、スカ校ですね、うん、はいはいはい、スカ校の葉月ですからね、冒頭から空手大会ね、ゲームでは描かれなかった空手大会の、うん、あの会場の近辺だったり、うん、そうですね、その辺とかも入ってて、やっぱそのアニメ版のパンフレットということで、そういう形でもいろいろと進化してますね。だって国道16号線のね、解説でさらわれた原崎を助けるために寮がバイクで失踪する倉庫街までのって書くパンフレットあります？国道16号線の説明でさらわれた原崎をって出ます？横須賀市さんだけですよね。ここまでなんかそのすごい、ね、そのただのそのこう原作とのコラボじゃなくて、やっぱその原作をちゃんと愛して作られたパンフレットだなっていうのはすごくね感じることができるものになっていると思いますね。僕もね、今コロナで残念ながらこのイベント海外から来られないじゃないですか、はいはい、もう DM がツイッターで殺到してて、このあのメッセージですね、はい、このパンフレットを郵送でなんとか送ってもらえないかっていう、いやでもこれはね、これは手に入れる価値がある。本当にさすがバージョン2、ね、横須賀市バージョン2はやばいですね、クオリティの上がり方が、はい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 、英語バージョンも作りたいですね。本当ですね。あとユウさんのそのシェム1、2が世界に渡って何十年か後にそのお仕事すごい偉い人になってとか、いろんなつながりあるじゃないですか、違う大人になってみたいな、このパンフレットももしかしたらすぐにはね、コロナで来日できなかったとしても
このパンフレット十何年見つめてて、そうですね、何十年か後にこれ持って歩いてきたとか、ね、そうですね、そういうドラマ絶対、うん、生みますよね、うん、もう一つの資料としてね、こう歴史に残るものというね、専務史に残る、パンフレットと思っていいんじゃないかなという気がしますね。勝手に作ったやつじゃないですからね、当然そうです。さんがちゃんと監修して、セガさんの監修もしっかりと入ってて、あのその中で、あの今回はでもパンフレットだけじゃなくて、はい、先ほど映像にも出てましたけれども、まあ例えばハニービーでハンバーガーを食べたりとか、はい、まあ、それこそ柿田の方で何かお買い物をすると、うん、ポストカードがもらえるんですね、うん、これもちょっと、実物を持ってきておりますので、これ今は中全部公開しちゃってますけど、もらえるときは何が出るかわからない感じでもらえるんですよね。 そうなんですね。それこそね、ガチャガチャみたいに、あのそうですね、これも背景とキャラクターがちゃんとその合っていて、シェンファだとその鏡が背景にあったりして、うん、起床だと危ないって言いたくなるような感じの背景だったりとかっていう落ちてくるやつ、エチコ落ちてくる、そうですね、やっぱちゃんとこれあれでしたよね、お買い物500円とかでしたね。500円って普通にお買い物 何かアクションしたらもう、まあ、イネさんのお小遣い通りというもう例えの単位がイネさん、ね、なんかあとすごくもうすでに大好評だっていうのも聞いたんですけど、このポストカード、そうですね、なんかもう、三笠というお店で一回一旦なんかもうその全部配っちゃったみたいな話とかも聞きますので、皆さんお早めに、ありがとうございます、本当に嬉しい。 しかもですよ、今回はこの、イベントがですね3期に分かれてまして、うん、あのその最初がですね、この4月23日から5月13日までで、はい、第2期がその翌日の5月14日から6月3日まで、そして4日から26日までと、その3回に分かれてですね、もらえるポストカードが変わるんです。え、そうなんですか。そうなんです。あの言ってた資料展、資料展も同じく、その時にまた新しい資料が、はい、壁に貼られるので3回行かなきゃいけないです。あとシェムだったら全然3回でも6回でも120回でも資料出せるぐらい資料あるわけですもんね。そうですね、だから新しい新作がどんどん出てくるっていうことですか。しかもポストカードを全部集めようと思ったらあれですよ、その6枚じゃないですか、はい、なんかもう多分毎日ハンバーガー食べなきゃいけないと思います、しばらく。いやでも物理的にそんなに難しい話じゃないですよね、3回かける6枚の。いやでもね、どれを引くかわからないじゃないですか。そっか、ダブリを考えると、うん、そうなんですよ。なんでこれを全部この3期のものを集めた人っていうのは相当のシェンム好き、それこそその新しいシェンムリスペクトチャンピオンと言ってもいいぐらいのね、やっぱ気合がないとなかなかできることではないと思いますけれども、それがまた面白いですね。もう一個資料展と、倉部さん、もう一個資料展と、はい、あのアニメーションでもなぜないんだって騒ぎになったガチャガチャっていう、こうワードが入ってるんですよ、ね、うんうん、ガチャガチャがですね、あのスマホで回せるようになってて、現地でそのスマホで回すガチャガチャが、はい、その現地だけのものになっていて、で、これ実はその遠方からでも参加できるものになってて、その出てくるものはあのフレームは異なるんですけれども、はい、その遠方からでも海外からでも参加できるような形となってますね、はい、なので本当にですね、あのイベントが盛りだくさんですし、基本的にはその現地に来て、楽しむものなんですけれども、うん、その遠方からでも少し参加できるようになってますね、まあ、今回の配信ももちろん遠方からでもね、お聞きいただけるものになっていると思いますが、すごいですね、なんかすごいハイクオリティの綺麗な絵をあの CG で追求したのが20年前で、アニメーションになったかと思ったら今度ガチャガチャがなんかハイテクすぎて、 その場にいなくてもできるガチャガチャになってるって、もうそうですね、昔の雰囲気のまんまちゃんとカリッカリッカリッで、モバイルでできる、そう、モバイルで、ね、あのガチャガチャを引く押すとちゃんと量がそのカットシーン、ガチャガチャ回してるカットシーンが見れるっていう、やりますから、俺のモーションキャプチャーかな。ガチャガチャ回すモーションキャプチャーも撮ってますからね。やっぱそうですか。なんかセブンはそこは一つ一つちゃんとそのモーションがあるっていうのがやっぱすごくて、普通のゲームだとガチャガチャの前に立って丸ボタンを押すとこれを手に入れましたみたいになるじゃないですか。手だけに主観にしたりとか、ね、そうですね。もうこのゲームはまずしゃがむじゃないですか。はい、しゃがんでコインを手に取って入れて回して開けて
手に取ってっていう。あといいのが出た時とダブった時の後ろ姿ちょっと違ったりするんですよ。それが普通だと思ってましたから僕は。本当ですか、ね、人間は普通にやることをね本当に。でもだからこそなんか他にはないそのね普通のゲーム 100倍ぐらいの手間をね、うん、そのアニメーションとかにかけてすごいなということなんですけれども、まあ、まあそういうのをその今回トークからでも楽しめるんですけど、現地に来るとですねさっきの映像にもちょっと出ておりましたが、こちらの巾着がですねミカサ、これもシェンムゆかりのある店ということで、法教と流教の巾着ポーチがございます。はい、これまたやっぱりねドビートといえばスカジャンですし、ちょっとスカジャンのようなこの、ね、生地感が、うん、手の込んだ刺繍が施されていますね。いいですね。そうですね、我々ちょっとねお店でお話を伺ったんですけれども、基本的にこの刺繍のその最初のベースが手書きなので、うん、すごくやっぱりこの昔からスカジャンを作っているお店ならではのそのなんていうんですかね、職人かたぎな、うん、あの特別な商品になってますので、ぜひですねこちらもあのお買い求めいただければと思います。なるほど、はい、いやすごいね、本当にパワーアップしてますね。いやもう力の入れようが逆に大丈夫ですかって聞きたくなるぐらいですよね。嬉しいですよ、まさかのアニメ化でアニメ化記念のプロジェクトを横須賀さんがやってくれて、これでまた皆さんがここにねこう集まって反響を呼んできたら、またそれが波及してっていうことにね、どんどんそうですね、まあ、しかも、まあシェンムはひたすら奇跡が起こっているじゃないですか、うん、今回はこのアニメ記念で、こういうものがあったんですけれども、また必ず僕は次の奇跡が起きると信じてますし、その時またね横須賀市さんの方で、こういうことをやってくださったらすごく嬉しいですよね。ですね、はい、というところで、はい、次のですね最後のメインテーマに移りたいと思いますが、はい、行きましょう、トークテーマ3なんですが、これはちょっと多分僕よりもクラビさんの方がうまいと思うんですよ、このトークテーマは。じゃあ僕の方から言わせていただきます。いいですか。スクールボーイはシェム3がお似合いだぜということで今のがトークテーマなんですよね。そうです、はい、ここにスクールボーイとかはねテロップは入りませんけれども、はい、まあ、本当にスクールボーイといえばですよ、僕が一番思い出すのは2018年シェンムーファンミーティングで皆さんでスクールボーイはミルカがお似合いだぜって言って乾杯したあの瞬間ですよね。そういうイベントをやったんですよ。そうなんですね、シェンムーは規模が大きすぎてあんまりファンミーティングをやったことが実は20年とかなくてですね、でクラブさんと横須賀市のライブハウス で、うん、でそれじゃあこのイベントの開始の挨拶はって言ってクラブさんがみんなで一緒にって言って120人でミルクで乾杯したんですよ。むちゃくちゃですよね。どういう集まりだみたいなね。でもまあその時のことを考えるとシェム3が開発されている最中で、ユウさんもお忙しい時で松風さんに来ていただいたんですけれども、我々シェムファンはその時シェム3が気になって仕方ない時期で、こうね松風さんがこうちょっと匂わせてくれたりして、もうそれだけでも大興奮するっていう時だったんですけども、その時からね早いもので4年近く経って我々シェム3満喫させていただいて、あの時のみんな元気かな、ライブハウスで会ったみんな集まってくれた、今もうねその人たち当然ながらシェム3遊び尽くして今アニメを楽しんでる最中ということで、まあシェム3に向けて僕ユウさんとかにも何回もインタビューさせていただいて、いろいろとね話を聞いてるんですけど、意外にこのシェム3が発売した後そのどうだったのかっていうのを振り返るっていうきっかけがなかなかないまま、発売からこれももうね、2019年だから3年、経ってしまったわけですけれども、ちょっとですね時間が限られている中で、シェム3の話も、ちょっと聞いていきたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。確かに振り返ったことあります、ゆうさんあります？僕は振り返ってます。振り返ったインタビューいっぱい、はい、でもなかなかねこうトークをしながらっていうのはやっぱ発売後になるとなかなかそういう機会がない中で、ちょっと、うん、聞いていきたいと思うんですけれども、まあ、シェム3で量はいろんな形で成長を遂げて、ハッカソンにやってきて、そこでそのまあ、親父である岩尾のルーツを感じたり、シェンファとより親密な、関係になったり、憲法の修行をしたり、すると思うんですけれども、松風さんの中でその過程で寮の成長とかはどんなものだったと感じました？先ほどアニメーションのトータルのお話でゴールをっていう話をいただいたり、まあ、ユウさんとそのワンからずっとやっていく中で本当にそうですね、もうおっしゃった通りスタートなんで、スタートのイメージがあるので、
そういう意味では山場気象転結みたいのは全然だからもうワンツーする同じです。やっぱそのまま来てるっていうようですね。皆さんが感じていただいたり感情移入してとかそのストーリー出来事的にとかっていうのはあれですけど、実際にももう年はそんなに取ってないじゃないですか。葉月亮の時間軸で行った時次の日ですからね。本当にですよね。そうなんですよ。洞窟でねもうそうなんですよ。あのそうあの溺れてる助けてはって気がついてたら20年でも実際はそうじゃないじゃないですか。亮は、うんはい、だからあの僕がそのそういう時間軸とか人の成長、葉月亮の成長は全く逆に考えてないです。もうまんま本当に次の日来てると本当に次の日をいかにやるかっていう、今知りましたっていうのを、うん、僕もいろんなことを知ってしまって年、うん、を取りましたけど、うん、もうあの次の日をちゃんとやるっていう感じなの でもやっぱりそのゲームをプレイする側からしたらその、ね、横須賀から出発して中国とか香港でいろんな人に出会って例えば特にシェンファと出会ってあこの人ちょっとなんていうんですか心を開けてきたなとかっていう成長を感じるんですけれども、松風さんがさっきもう葉月亮イコール自分だみたいなことをおっしゃってたから、やっぱそのご本人にはむしろその成長を意識しない方がそれらしくなるっていうこともあるのかなと聞いてて思いますね。あとやっぱりフリー当時ユウさんが掲げた今でいうオープンワールド、そのみんなが自由だっていうのがあって心の中では思ってるんです。あのセリフも取ってますから、人によってはシェンファーと超仲良くなる人もいるじゃないですか。でも人によってはシェンファーに話しかけない人もいるじゃないですか、うん、やっぱりどっちかに偏った時にどっちかに強力に違和感が出ちゃうので、夜は寄りますよ。やっぱり人と仲良くなる当然のことなんで、うん、それをどっちかに振り切るっていうことは右か左どっちかに振り切るってことはもう 100% ないので誰かを切ることになっちゃう、はいはい、そこはもう まさにゲームらしい演技というか、はい、その中立的な立場という言い方は変ですけれども、どっちとも取れるようなその量という演じ方ということですね。そうですね。でオートシーンが逆に振り切れてそのままはっきりやるので、オートはパッキリお芝居しましょうっていうのはもう本編からゲームの時からずっとそうだったので、うんうんうん、っていう感じですね。日常に関しては本当にそこがなんか普通のゲームだとちょっとキャラ的に違和感を覚えるじゃないですか。でも量はそういう多くを語らない昭和の男、まあ、武術家みたいなところがそういうところがあるじゃないですか。だからそれに対して違和感もないっていうのも面白いなと。本当ですね、うんうん、お父様ああいうお父さんなんで通りますよね。ユウさんの中でその3における葉月亮というキャラクターの成長とか、うん、彼が辿った道っていうのはどのようなものだったんですか。3にやっぱりよあの親父が本当に人を殺したんだろうかとか、うんうんうん、あのそこを確かめる旅であり、はいはいはい、またあの自己発見の旅であり振り返る旅だったり将来を見つめる旅だったりしてたと思います。うん、やっぱハッカソンに来ると親父のことを覚えたりとかっていう人に、初めて出会ったりとか、それから絵馬でお父さんが残したものがあったりして、うん、やっぱそのお父さんはもう亡くなったんだけれどもお父さんという存在を感じさせるっていうのはかなり意識されたポイントだったんでしょうか。そうですね、あの親父の痕跡っていうのは非常に大きなあのゲームを進めるモチベーションでもあるので、そこがやっぱかなり重要視されてた物語のストーリーテリングの一つだったということなんですね。そうですね、はい、同世代でもないですけど近い年の頃親父が歩いた軌跡と同じ経験もしたでしょうし、そこを辿っていく寮の旅、まあ、自己発見ですね。はいはいはい、はい、あのゲームとして、今回シェンムー3が世に出てそのここできてよかった、ここやってよかったとかって思うポイントはどのあたりになるんですか。あの長年のユーザーのサポートによってあのキックスターターも実現して、あのやっぱりあのユーザースコアがすごく高かったんですね、はいはい、発売してから。でファンのことを一心で思ってファンのためだけに作ったところがありましたから、あのユーザースコアが高かったってことは何よりあの達成感があったし嬉しかったことですね。本当にやっぱり20年このゲームを待っていた人にとっては、ね、それこそ松風さんが翌日からっておっしゃってましたけれども、あの大金が地続きになってて、うん、
本当にやっぱファンがやっぱりゆうさんおっしゃってたのを覚えてますけど、シェンムだっていう感想にまずなるっていうところですよね、やっぱりシェンムだって言ってくれてよかった。表現もいろいろ変わってるんですけどね、やっぱりあのゲームの雰囲気、あのゲームにしかない何かがしっかりと3にも入ってたということなんでしょうね。そのファンからの評価が高いということは、逆に言うとなんかもし次があるんだったら、あるいはその今振り返ってここをこうすべきだったなとかっていう、まあ、反省点といいますか、そのもっとこうしたかったっていう部分って何かあったりしますか？そうですね、あのシェンムーのファンに向かってもう全力で 100% で作ったゲームなので、はいはい、あの新しいユーザーさんとかあのシェンムープレイしてない方に対しては置いてけぼりのにしてしまったような。まあでもいきなりシェンムー3だけやる人ってもなかなかですけどね、やっぱ当時ねちゃんとそのストーリーが分かるようにダイジェストムービーが入ってたりとか、ゲームの中で量が改装したりとかみたいな部分が あるので、そこはね初めての人ゼロではないけど本当はプレイして欲しかったんだろうなっていう。そうですね、それにしてもあれがハッカソンから始まりますからね最初やっぱワンツー辿ってきたらこの香港の活気みなぎり街も体験してるし、空論城ですごくねこうアクション満載の部分も遊んでて、そこからハッカソンに行くとその癒されるこう気持ちいい何かがあるんですけど、それを体験してない人からしたらいきなりこう片田舎に来てしまった感が出るということなんですかね。ですからその新しく遊んでいただけるように、新しいユーザーの方も楽しんでいただけるようにっていうのが次の目標ですね。いやでも俺ユーさんが本当にあの当初キックスターター前におっしゃってた、もうファンのためにやるやらないって言ったらやるんだ、でファンのためにやるし、いろいろなケースのそのサイズ感とかはもう俺が責任を取ってだファンのために作るんだっておっしゃってたんですよ。で今本当にファン のことを考えてファンのために作ったものだからっておっしゃってたの、超有言実行だなって、もう言ったこと本当にそのまま形にしたんだなって鳥肌が立ちましたね。次はあのファンの方だけではなく新しいファンの方を作っていただけるようにね、まあそういう意味ではなんかアニメ本当ですね、バッチリですね、なんか入りとしてはすごく、そうですね、本当ですね、シェムの世界観がすごく分かりやすく出てるので、これをきっかけにちょっと、ちょっと知ってみようかな、ちょっと覗いてみようかなと思ったら思った以上に深いですからね。いやそうですねライトにドブ板覗いてみようかななんて思って、でもアニメはやっぱすごくうまくコンパクトにそのエッセンスを抑えてて、で今度その世界にどっぷりと浸かりたいっていうところまで来た人はゲームをどうぞみたいな感じですよね。散々やった後に倉部さんのところにねアクセスしてもらってね、いろいろ文章とか読んでもらってさらに深いところにとか。でもやっぱりあの清園さんもそのまあワンツーのストーリーをメインにその今回アニメ展開されてるわけですけれども、やっぱ3があるからこそできた描写とかも結構面白い具合に入ってるなと思うんですけれども、そうですね、はい、あのもちろん3の開発があっての我々のアニメ化スタートだったんで、そのお許しいただけるところはまあ随分あの少しあの3がある前提でこのゲームがある。でもアニメの役割としてはやっぱりあの新規ユーザーというかね、やっぱりアニメファン、単純なアニメファンにも届けたいしっていうのも役割としてあるんですよ。で今配信だと一気に見るじゃないですか。あ、そうですね、それが昔と違うんですよね。で何かを見たいとか何かにハマるっていう時の衝動って一気に消化したいんですよね。もう自分が読みたいって言った時に全部読みたいし、だからそれが今の配信というそのアニメの放送ではすごい叶うし、もしこのシェンムーアニメを一気に見た人は多分ねそのままの熱でねゲームやりたくなると思うんですよ。それがそのねいいところ、メディアミックスのいいところなんで、だからそういった意味であのハッカソンからね頭ちょっとこうシェンファー、そうなんですよ、シェンファーからアニメは3のシーンから入って、から始まる、そうなんですよ、そこがやっぱりあの今始まってるというね、まあある意味ところでもあるんですけども、そこはやっぱり3あってのこの企画の始まりだよっていうのは実は冒頭で、ね、説明をしてるんですよ、ファンに対しては。あの演出で説明してるんですよ。だからこれ10年前に企画したわけではないということですよね。やっぱり3がある
時間軸で僕らも企画を始めたからこそあれが頭にあるっていうのは、うん、奇跡ですよね。やろうと思ったらできないこと、だって20年寝かせないとできないですもん。むちゃくちゃですよね。ただ我々はその長いゲームのこのタームの中でね、あのユーザーを少しこう癒してあげたいというか、はいはいはい、ほらアニメもあったらゲームが相手も楽しめるじゃないですか。はい、だからでも逆に新規ユーザーがこれを見た時の反応も面白くて、我々ゲームから入った人にとって、うん、そのシェンファとはどういう存在なのかもビアオマではほとんどわからないし、うん、そうだ、ハッカソンという場所もまあ親父の写真1枚にハッカソンに行ってて書いてあって何の文脈もないじゃないですか、うん、でもこのアニメでこの写真を発見するときにハッカソンってあの娘のいる場所だってなるじゃないですか、うんうん、思いが変わりますよね。ハッカソンの発見の仕方とかシェンファというキャラクターとの出会い方がリョウにとっては同じだけれども視聴者にとっては変わっちゃう、ちょっと変わってるっていうのも面白いですよね、うん、もうすでに変わってる、うん、今のこの4話配信の段階で、うん、そうですね。これ一番世界で一番詳しいあのユーザー代表のクラベさん何の順番が正しいと思います？いや正しい順番はないと、出たのは 1,2,3 アニメーションじゃないですか、はいはい、あ、そういう意味ですか。アニメーションを先に見ちゃった場合は何から 1,2,3 アニメ 1,2,3 ですかね。難ユウさん、ユウそれユウさんにユウさんに聞いた方がいいんじゃないですか。どうですかね、何がベストか。これまた世界初の状況に今どこで横須賀市に来た方がいいですかね。何いつ挟むかどの順でやるかっていうの結構自由度が答えにならないけど、なんか遊びやすいワンツーを作ってそれから遊んでもらうのが一番いいんで、ね、その後スリーですか、アニメ挟みますか、それとも横須賀市一回これ一回実際の店見ますか。アニメ最初で一番いいんじゃないですか。アニメ最初ワンツー横須賀巡礼スリーいろいろでもなんかあれですね、うん、試して皆さんに試して探してほしいですね。僕がすごくゲームで思うのが、あの2がやっぱ物語が本格的に始動して、あのいろいろ起きていろんな魅力的なキャラクターに出会うし、刺激的な場面とかね、空論場行ったりいろいろ戦ったりとかありますね。その本当にストーリーとして本格的に始まる感じがあって、はい、シェンムー1はその前の準備ですよね、うん、でもそのじゃあいきなり2からでいいかって言ったら、その準備があるのとないのとそこなんです。やっぱ日本ちゃんと背負ってるから2が、うん、俺は日本を背負って日本の武道家としてこの香港にやってきたんだという感じにさせるために、やっぱワンというか横須賀編は外せないな。ワンのシェンファーアニメ見た後だと絶対見え方変わっちゃいますよね、うん、やっぱいろいろ楽しさが膨らみます ね、うん、そうですね。あとやっぱり柿田さんね、はいはい、今ねコメントでもですね、ファンミーティング行ってたっていうのがいっぱい来てるみたいで、わあ嬉しい、ありがとうございます。その時に来てた方が今はね、本来は嬉しいよ、今日もねファンミーティングみたいな形でやりたかったんですけれども、ね、実際にお客様集まっていただいて、うん、やっぱりあのこのコロナ禍っていう状況でそれができない中で、こういう形で皆さんにお集まりいただいて、まあ早いものでもうあと10分で時間が来てしまうんですけれども、はい、配信の時間、まあ、このファンの声とかあるいはそのシェンムーをリスペクトする方々のこの声が今日はこの場では聞けないのだけれども、代わりにちょっとですね、シェンムーに何かしらの形で携わったことのある方ですとか、それからシェンムーをまあリスペクトする著名人とかいろんなクリエイターの方からメッセージをいただいておりますので、メッセージ、はい、そちらをぜひちょっと聞いていただければなというふうに思います。こんにちは、ナルドラのボーカルギター三輪和也です。この度シェンムーズアニメーションのエンディングを担当させていただきました。どうもありがとうございます。戦いや出会いの中で主人公が成長していく姿をこう一歩一歩前に進んでいく様を自分の人生の経験やそういうところから、感じて曲にしてみました。5月3日から MX テレビにて放送開始とのことですので、ぜひエンディングまで、見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。もうゆるさん、松風さん、餃子さん、そしてくらべさん、あとシェンムージアニメーションをご覧の皆様、こんにちは、野口です。ゲームのオリジナル版では、リアルタイムムービーのチームに所属していまして、シェンムー1&2の、移植版ではノーカレージディレクターをしておりました。この度はシェンムーのアニメ化、本当におめでとうございます。
私の方も早速見させていただいてですね、いやもう続きが気になってしょうがないぐらい、もう今悶絶しております。まあ、このシェンムーという壮大な物語がアニメ化されたっていうこともあるんですけども、まあ、こちらの作品非常に僕にとっても思い出深いものがありまして、まあ、いろんな方々と出会ったり、そしてつながって、でいろんな教えをいただいたりとかして、まさに葉月亮と同じような人生を僕自身も歩んできました。でこのシェンムーっていうのは、80年代の横須賀、そして本土、まあ、そういった、まあ、ライブ感のある非常に凝縮された世界の中で葉月亮が謎を追っていきます。ぜひ皆様もこのシェンムーの世界をどっぷりと使って楽しんでいただければと思います。それと、シェンムー 1&2&3 こちらパッケージ版とデジタル版も絶賛発売中ですので、ぜひともご検討の方をお願いいたします。今日はありがとうございました。シェンムー横須賀アニメ化プロジェクトおめでとうございます。音楽家のラムライダーです。まあ、シェンムといえばですね、僕にとってプロジェクトバークレー時代から追いかけたとても大切なプロジェクト、ゲームです。まあ、シェンムがですね、そもそも僕はいろんなオープンワールドゲームの始祖であるということは間違いないと思っているんですが、そもそもですね、世界中に起こるあらゆる事象をゲームの中で全て表現しようとした最初の意欲的なプロジェクトだと思っております。そんなシェンムがですね、続編の3が出るというだけでもありがたいのに、この度アニメ化ということで、ちょっとですねびっくりしております。東京では地上波でも見れるということですね。まだ、ストーリーは序盤ですが、せっかくなんでですね、ぜひ、横須賀の公安のシーンでは、フォークリフトに手こずる量だけで丸々1話とかですね、あるいはもし続編の、横須賀を出て中国に行くストーリーが展開された場合はですね、終盤で鹿と一緒に森を歩くだけで1話とか、そういうこともやってもらえたらいいなとファンとしてはとても思います。今回ですね、シェンム横須賀プロジェクト、僕東京に住んでおりますので、横須賀は割と近いですから、ぜひですね、実際に横須賀の街に伺って、ドブ板の街を体験してみたいなと思います。僕自身ですね、1999年頃から、音楽の仕事をプロとしてやっておりまして、まさにシェンムと同じぐらいの歴史を歩んできたわけですが、まだシェンムのですね、ゲームですとかプロジェクトの音楽として関わったことがないので、ぜひいつかお仕事できる日を楽しみにしております。この度はおめでとうございます。ラムライダーでした。大阪のゲームクリエイターのスエリーです。鈴木優さん、それからシェンムーのスタッフの皆さん、この度はアニメ化おめでとうございます。鈴木優さんに初めてお会いしたのは多分2013年か14年ぐらいの E3 だったと思うんですけども、当時、ロサンゼルスで、カリフォルニアの空を見ながらですね、アウトランの空がなぜあんなに青いのかというお話をしていただいて、今でももうその時のことをしっかり覚えてます。後の、ね、ゲーム制作にすごい影響を与えたようなすごく貴重なお話でした。その後も時々うちの会社に来ていただいたりとか、いろいろお世話になってます。今後ともよろしくお願いします。シェンムーっていう世界的にも素晴らしいゲームタイトルがアニメになってより多くの皆さんに届くっていうのは本当にすごいことだと思います。これからもご活躍応援しております。改めておめでとうございます。ちなみにうちの会社には鈴木優さんのサインがあります。ました。まあ、本当にね、ありがとうございます。あくまでその代表という形ですけれども、もうこんなにいろんな方にシェンムー愛されて、それからこうご自身が制作者である野口さんとかみたいにものすごい思い入れが強くあったりとかっていうのは、ゆうさん生みの親として見ていかがですか？まあ、本当にたくさんの方に支えられて愛されてシェンムーがあるっていうのをなんか実感しますね、今みたいな。なんかその中でやっぱりね、今後仕事として関われたらなという声もあれば、いや、おっしゃっていただいてましたよ ね、ラムライダーさんとか。逆に言えばもちろんファンの皆さんは次は何が来るのかっていうね、期待もあると思うんですけれども、まあまあこの場で言えることはそんなにないと思うんですけれどもゆうさんとして今後シェンムを作る機会があったらどういうものを作りたいのか、まあ、例えば、ね、シェンム4なのか、ちょっとしたスピンオフ的なものも考えたいのかとか、そのシェンムの今後をユウさんの中ではどう考えてらっしゃるのかというのをちょっと
話せる範囲でぜひお聞きしたいなと思いますが、もちろんあのシェム4でもスピンオフタイトルでもあのチャンスがあればあのぜひやりたいと思ってます。お、言えるのはそこまでっていう感じですね。ゆうさんの方ではすごくやっぱり作りたいっていう気持ちは以前からずっとそのまま続いてるっていう、あ、これだけのその皆さんが未だにシェム4どうなのとかスピンオフでもいいからなんか作れないのとかっていう声がその今でも頻繁に届いてくるので、うん、あのなんか機会があればぜひやりたいと思います。はい、まあ、あの奇跡が何度も起きてるっていう話だったのできっとまた近いうちに奇跡が何か起こると信じたいですね。いや本当ですね、もうなんか何度も起こりすぎて僕奇跡終わってないっていう感覚に近いですもん。多分我々が亡くなった後もこのシェンムは生き続けるんでしょうね。さすがクラブさんスケールが大きい。でもやっぱりあのこの奇跡始まったのクラウドファンディングで、まあ、ユウさんが実際に会った人たちだったり、うん、そのファンの皆さんのためにっていうでクラウドファンディングでファンの皆さんが実際に結果出していただいて作品ができてっていうこの流れですからね。あの、ね、今回も皆さんなんかすごく視聴者数も結構多いっていう。いや多いですね。ありがとうございます。見てくださって、うん、見ていただいてありがとうございます。はい、というところであの最後にですねいくつか告知がございますのでご紹介させてください。はい、お願いします。はい。まずはですね、アニメの方ですけれどもこちらの視聴方法に関する詳細をお伝えします。はい、CMG アニメーションは毎週1話ずつ各配信プラットフォームにて絶賛配信中です。今ですねあの第4話まで、配信されていて来週が、毎週木曜日ですのであの第5話という形で、まあ、詳しくはですねアニメ公式サイトをご覧いただければと思います。すごい数のプラットフォームで見れるようになっております。そうなんですね。でさらにですよ、はい、そこでいよいよですね来週5月3日からなんと、東京 MX にて、放送も、開始するということでしかもこれ7時からというゴールデンタイムですよ。ゴールデンに19時から、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。清園さんありがとうございます。こちらこそ誰の力ですか。本当にありがとうございます。でもこれも反響ですよね。本当に評判が良くて評判いいとすごい勢いです。あのすぐ結果出ますよね。あやっぱりそうなんですね。いやこ普通ないですよね。アニメーションでこんな配信中にオンエアがしかも 5月からってそうです、すごいことだと思います。いやだから本当にねその一般の方にそのシェンムを見ていただくすごい機会ですよね、ユウさん。そうですね、本当にアニメもすごいいい出来になってるんでぜひ皆さんにそうですねご覧いただいて、ね、これあれの話なんですけど、はい、販売はされるんですか。シェンムージアニメーションはされる予定、まだ見てまだ見てです。すごい商売っ気ないですよね、はい、もうバンバンばらまきますね。普通なんかね DVD 発売決定みたいな言いがちじゃないですか。もうこの段階でじゃなくて MX 決定っていう一個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 ありがとうございます。皆さんの力でまたこれも変わるかもしれない、そういう形でね本当広くシェンムを見ていただけるっていうのはすごく嬉しいことで、続きましてですね楽曲についてなんですけれども今回ですね、はい、シェンムージアニメーションのオープニングを飾る、あれですね、伊藤貸太郎さんの、アンデッドノイドという、曲もですね各配信サイトにて、聴けますのでぜひともですね、聴いていただければと思います。こちらもですね詳しくはアニメの公式サイトをご覧ください。かっこいい曲ぜひチェックしてください、はい、それからですねエンディングテーマの方もですねこちらナルドラさんによる、はい、先ほどのナルドラさん、そうですねあのメッセージもいただきましたナルドラさんの、シンパシーという曲ですけれどもこちらもですねシェンムのストーリーとご自身の体験が反映された、曲となっておりますので、うん、こちらも同じ形で各配信サイトにて配信中ですのでぜひ、ご視聴お願いいたします。原崎が可愛いのはナルドラさんの楽曲の効果も大きいですよっていう、ね、いやそうですね本当にね。そういうところ、はい、あとやっぱり曲に合わせて絵をつけるというねアニメーションの見せどころですもんね、うん、はい、もうザ・エンディングな感じ、うん、そしてここに来てもう一つ、はい、奇跡がございます。えシェンムがなんとですね切手になりますという、はい、切手ですよ。本当にすげえ、はい、うわすげえ、こういう形でなんで急に切手になったんですか。もう横須賀市も飛び越えちゃったじゃん日本って話。そうですね日本郵便の本当にその、ね、正式な切手という形で本当にこのオリジナルから23年後にこういうものがですねしかも結構ですね切手とはいえかなり大きくてですねこれがビジュアルだね1枚ずつ切手
定になっておりまして、なのでなんかこう送った時にもね、ちゃんとこうすぐにね分かるっていう感じで、なんかクリアファイルみたいですけど、それが本当の本物の切手なんですか？切手シートですね。そうです、切手のシートになっております。さっきあの消しゴム話ありましたけど、うわもうもはやもうね飛び越えてなっちゃってた、本当にいろんなのとコラボしたいみたいな、どんなのも楽しいっていうね話があって、文房具なんかもってユウさんがおっしゃってたのが、はい、もうすでにあったんですね。切ってそれ貼ったら送れるんですか？いや送れますよ、それ切手ですから。急に連から手紙届いたみたいになるってことですか？いやそうですね、だからそれこそね、海外で現地に来れない人にこう手紙を送って、このシェンムの切手とか貼ったらね、これほど嬉しいことないでしょうからね。でも海外高いからいっぱい貼らなくちゃいけないから、もう 全キャラね、全キャラもらうみたいな。全キャラ貼れるかもしれないですね。はい、すごい、はい、っていうのをちょっとこれを切ってのですね、販売に関する詳細もちょっとお伝えしますので、はい、どこで買えるんでしょうか？次のシートをお願いいたします。こちらですね、切手だけでは実は売ってなくて、はい、まず1からお願いします。今2になってますね。こちらですね、オリジナルフレーム切手のボックス入りピンズセットというものがございます。こちらあれですね、84円切手が5枚ついていて、さらにですね、このピンズセットの入ったボックスが、ついてくるという。あ、ピンズが包丁とフォークリフトだ。あ、なんだこれ。松風さん、その絵を見ないで実物見てください。こちらにございますので。うわ、はい、すげえちゃんとしてる。そうですね、これも非常に包丁、琉球、そして龍のですね、革ジャンの虎の模様と、本当だ、はい、フォークリフトと、あとこちらはですね、シェンムジアニメーションと書かれてますね。なんで急にこんなことしてるんですか？すげえ豪華。なんで急に郵便局とこんな豪華なの作ったんですか？僕に聞かないでください。何なんですか？シェンムって何なんですか？すごい豪華ボックスですね。いや本当ですね、はい。でもう1種類、ございまして、そちらもご紹介させていただきます。こちらですね、手ぬぐいセットとなります。手ぬぐい、はい、これちょっとあの実物は残念ながら今日は、こちらにはないんですけれども、手ぬぐい1枚セットになった、同じですね、5枚の切手がついてくるセットがございます。こちらですね、日本郵便の、郵便局のネットショップで、申し込み受付中ですので、はい、もうシェンムファンにとってはもうもはや買おうかどうかという選択肢すらないのではと思いますね。買います。いや、わけわかんないです。あ、じゃあこれ最寄りの郵便局に行って絶対あるはずだ、欲しいんだってガタガタごねてもダメなんですね。ネットショッピングを、ネットショップから限定品として、こういうセットで、お申し込みいただけるという形になっておりますので、ぜひよろしくお願いします。シェンムってむちゃくちゃっすね。すごいですね、やっぱアニメ化ってすごいですね。アニメ化本来そうですよ、夢ですよね、アニメ化って。ユウさん知ってたんですか？これ知らなかったんです。あ、そうですか。いや、切手は前から欲しいなと思ってたんで。思ってたんですか？あ、思ってた。叶っちゃいましたね。いや俺あのやっぱ鏡のピンバッジはすごいですね。あのつけて歩いてたらチャイに襲われそうですよ。いやでもこのバッジもかなりですね、クオリティ高い。クオリティ高くてね。うわー、欲しい。ともね、なんかそのすごく目立つとかじゃなくて、こう、ね、こう日常生活の中でしてもね、そこまで違和感がなくて。うん、俺電車でバッグにつけてる人目の前に立ったらどうしたらいいんだろう。話しかけたらいいのかな。あれですよ、あの抱きしめたらいいんですかね。茶碗人みたいな効果ありますね。本当ですよね。超茶碗人ですね。令和の茶碗人。わかる人にはわかるみたいな、ね、令和の茶碗人でございます。それかフォークリフトのお仕事なさってる方だよ。ちょっと新横須賀港で配っていきましょうか、これね。すごい、はい。それからですね、横須賀市からの、まあ、今回のコラボプロジェクトの詳細も、はい、ちょっと改めてご紹介させていただきますが、お願いします。シェンム×横須賀アニメ化記念プロジェクト、第3期に分かれております。4月23日から6月26日まで、3期に分かれて行っておりますので、シェンムファンの皆さんは当然3回いらしてください。うん、はい、まあ、全部ね、いい時期ですからね、4月も5月も6月も、そうですね、お天気もね、いいかと思いますので、うん、ぜひですね、お願いします。はい、あ、このパンフレットは、横須賀市に来て、どこで、あ、これもね、町の至る所に配ってますね、あの駅にもありますし、ドブ板ステーションというところでも配ってますし、それこそシェンムにゆかりのお店のあるお店の方でも置いてありますので。なるほど、はい、もう街がですね、シェンム一色とまでは言わないにしても、うん、あのかなりですね、いろんなところでそれこそ資料展も含めてね、楽しめると思います。横須賀市寄り時代もね、他にも見どころたっぷりあって、海もね綺麗ですし素敵な場所だから、いや本当ですね、それはもちろんで、プラスシェンムってなったらなかなかね、うん、はい、なかなか楽しい一日が、すごくやっぱ独特な街だと思いますので、うん、はい、次のシートお願いします。
はい、あのイベントの内容の方ですね、まあ、先ほどお話したマップですとか、それから、まあ、まさにこれを見て配信イベントに気づくという方はいらっしゃらないと思いますけれども配信イベントも今やっておりますよ、はい、それから資料展ですね、それからお買い物キャンペーン、これポストカードですね、全部で8店舗で、配っておりますので、それからですね名場面ガチャ、こちらどこからでも版と、横須賀ご当地版がございますので、はい、ぜひとも、楽しんでいただければと思います。はい、以上ですかね。あ、そうですね、名場面ガチャの方はですね、どこからでも版はここにですね URL 貼ってありますし、QR コードからもアクセスできますので、興味のある方はぜひお願いします。あの各企業さんとガチャガチャコラボしてて、駅とかもすごいあるじゃないですか、ガチャガチャのやつ、そこのリアルガチャガチャはやらないっていうねそこはなんかいきなり IT になってIT にピンバッジと切って作るっていう、ね、まああれですね、すごいですよね。シェンムはそういうね昭和なところを再現しつつも時代の最先端を行くゲームでもありますからね。先の先行きますね、はい、ユウさんやっぱりガチャガチャはハイテクの方にしたんですね僕は知らないところだよシュウさん、ユウさん の, あの選択肢ではないと思いますけど、まあ、でも本当にあのそれも含めてね遠方からでも楽しめるっていうのはすごくね、うん、あの面白いと思います。ちなみにです、まあ、あの今横須賀のお話ですけれども、ユウさんと一緒に歩いて、まあ、松風さんもいろいろとコメントいただいたんですけれども、清園さんの方もこの横須賀の街は当然シェムジアニメーション制作するときに歩いてらっしゃるかなと思うんですけれども、はい、どんな印象をお持ちでしょうか。あ、いや、でもあの、あ、でも思ったよりもやっぱりすごくこう綺麗な街だったんで、あの、はいはいはい、もちろん1回来てねそのロケハンもしましたけれども、やっぱりあの昔のものを再現していた分、とてもなんか新鮮な街ではありましたね、うんうんうん、でももちろん当時のものも残ってますんで、まあ、そういった意味ではあのゲームもアニメも見ながら、まあ、アニメから聖地巡礼ってねすごく今こう文化になってるんで、そうなんですね、はい、うんうん、そっちから入っても来てほしいなと思ってます、ね、やっぱね、もう舞台が80年代で35年ぐらい経ってますから、うんうん、なんかそのあんまり残ってなくてもおかしくないじゃないですか、はい、ところが結構そのねシェンムゆかりのある店がなんだかんだでこう、うん、残ってて、こんなになんかこうね、ユウさんと歩いてる時も思ったんですけど、その当時から昔からのお店がすごい残ってますよね。もう変わり果ててなんか特徴がなくなってんじゃないかと思ってすごく心配してたんですね、はいはいはい、しばらくぶりで来てみて、なんか新しいドブ板がちゃんと生きているっていう感じしましたね。うそうですね、ただお店が残ってるだけでこうちょっと街が死んでるとかじゃなくて、ちゃんと人の、ね、数も多いし、あのちゃんとこう今のドブ板が生きているっていう、そうそう、今生きているで、はい、超濃い濃い街ですね健在っていう感じですね。おいや、よかったです。なんかやっぱり実際にゲームプレイした方が歩いたら、また感じ方がさらにこう感じれるものが多いですよ ね。アニメでもそうだと思いますしね。だから選ばれたんだなっていうところを実際に感じてみたら、またプレイの違いも変わりますし、いろんな影響出そうですね。はい、ところで早いものでもうすでに時間がですね10分ぐらい過ぎておりますので、最後に皆さんからちょっと、ファンに向けたメッセージをまず清園さんからお願いできればと思います。はい、まあ、あの海外の方でね配信を始めて非常にあの好評も得て本当にありがとうございます。でやっと日本でも放送できるようになりまして、今まさに4話というところで、これからすごい物語動いてきますんで、まあでもその中でもこう今の日本のねあのアニメやそういうものでちょっとないタイプの主人公亮がねあの繰り広げる、で日本人がちょっと忘れがちなその美徳とかねそういうものがすごくあって、こう見る人に余地を与えてくれてるというのが、やっぱりユウさんのそのオープンワールドという世界ね作ったシステムと、その見る人にとっての見方があるっていうのは非常にこう今の時代にとってはすごい新鮮なあのドラマ仕立てになっていると思いますので、あの楽しみにしてください。あのこれからもよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。松風さん、はい、お願いします。あの本当に皆さんに愛していただいたおかげで奇跡が何度も起こって、いや終わってない、起こり続けているのか、あのまさに何が起こるかわからないっていうことがこの後もそうなんだろうなっていうふうに、あの本当に生きててこういうことってあるんだなと驚いております。それも本当に愛していただいた皆さんのおかげで、皆さんが動いていただいたから実際に形になっていって、あの最新作のシェンムージアニメーションもあの声優チームすごくいい雰囲気で、あの
実際当時子供でシェムプレイするような年じゃなかったっていうような子がプロになって作に参加したりっていうこともある中で、みんな原作をリスペクトしてみたり新しいものを作ったりっていう、あの新しい愛情をさらに新作ですからね、シェム、あの込めて作りました。配信最新を考えてみてもこの後ですね、香港に渡ってさらにステージも変わって加速して面白くなっていきます、うん、であの先に言っちゃいますけど評判すごくいいです。ぜひですね、あの見てない方はこれを機会にちょこっとね、名前だけ知って名前も知らないなっていう方もぜひ見ていただいて、好きになっていただいたらいろいろなですね、ゲームオリジナルのゲームもありますし、実際にこのね横須賀の街も素晴らしいドブ板ありますし、どんどんですねこの世界、なかなか楽しみ尽くすには時間かかると思いますので、ぜひ楽しんでいただけたらと思います。見やすくなってますので、ぜひまずはアニメーションから見てみてください。ありがとうございます。じゃあ最後ゆうさんもお願いします。ファンの皆さん、いつもサポートありがとうございます。おかげさまでこれからも変わらずシェンムーのことをよろしくお願いします。結婚式の挨拶みたいな、ね、確かに最後ご両親出てきたみたいな感じになりました、ね、なんか両親出てくるんじゃないかと。いや、心から感謝しております。よろしくお願いします。ありがとうございます。以上をもってですね、今日の配信終了とさせていただきますけれども、まだまだシェムは続くということで、これからですね、アニメの第5話以降も楽しみですし、当然ながらこのシェムが今ですね6月までドブ板の街で生きてるわけですから、ぜひ皆さんにも直接この横須賀に足を運んでいただければと思いますので、引き続き皆さんでシェンムを今後も長くですね楽しんでいきたいと思います。ということで皆さん、今日ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。また